おはようございます。こんにちは。私の Z1 ですけどね、まあ結構そのバッテリーはですね、よく液漏れというかして、ここちょっとバッテリーボックスのこのここね、もう塗装剥げてきてちょっと汚いんですけど、またこれちょっとまた塗りたいと思います。で、まあ、ずいぶん昔につけてるあのウォータイの SP2、ちょっと見た方がいいかな。まあ、なんせちょっと、やれやれ気味の僕の Z1 なんですけど、で、まあ、フルトラなんで、別にその、何て言うんですかね、クローズドタイプの、バッテリーでもいいんですけど、まあ、ちょっとケチってですね、台湾湯浅の、液のバッテリー使ってます。まあ、もう乗るたびにね、液のチェックしないと漏れたりとかするんですけど、まあこれがね、まあ何て言うんですかね、まあ、抵抗代わりというか、ちょっとダイナモというか、その発電が Z1 とか、まあ、Z2 とかはね、ちょっと過充電気味になるんで、で、まあ、絶対バッテリーないとダメだと思うんですよ。で、バッテリーの状態を、まあ、その、メンテナンスフリーのバッテリーより、まあ、この液を見たり、この漏れ具合を見ながらいつもチェックしてですね、まあ、必ず液が、適正にあるようにしながら乗ってたらいいかなと思いながらも、偉そうに言うてますけど、まあ、結構、こんなボロボロな始末ですね。はい。ちょっとこれ、今からまた、塗っていきたい、塗るというか、ちょっと自分で塗って、まあ、なんとかしたいと思います。まあ、旧車あるあるなのかな。まあ、僕がズボラなだけわかんないですけど。まあ、こんなとこですかね。バイ。